壊れた。ママやって。みーみーチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、みーみーチャンネルのみーみーです。そして、さやつ TV のさやです。イエーイ。イエーイ。今日は夏休み自由研究のこの里山。山本ね。貯金箱でお金を入れると音楽が流れて、今日はこれを作りたいと思います、はい、では作っていきましょう。イエーイ。でこの山里物語を作るわけですね。そう、結構難しそうだよ。中身はこんなものが入っていました。やり方わかった？うん、分解されていく。はい、チーズ。うわ、動いた。ねえ、やばいよ、これなんか変だよ、おかしい。壊れた。ママやって。はい、くるみさんはここでくつろいでます。ねえ、おじいちゃんなんだよ、もうこう見えて。初めててもリアル感があっていいですね。吹けばいいんじゃない？それは。これをここ。何にも考えないで。2人ともすごいですね。じゃあまず順番に見ていきましょう。ミミの作品です。昔ながらっていうよりもう鳥がいて動物とお年寄りが一緒に暮らしているような。ここからお金を入れて、お金を入れると音楽が鳴るんですよ、うん、ダルダルダル。ここをやるとここからお金が出てくる。なるほど、素敵ですね。はい、時間かかりました。じゃあさやゆつ TV のさやちゃん、はい、どうでしたか？こちら何か紹介してください。足跡。違う、これは足を拭くためのやつで、あーな、これ模様で、これ看板で。看板何？さやって書いてある、うん、ここに寄っかかって絵描いてる。素晴らしい。お家をくるっとしてもらっていいですか？早い。入れてみます。小さな世界だね、これはね。これは夏休みの自由研究にします。いいですね。難しいんですけど、難しくても時間がかかってしまうんですけど、そしてたまに何なのこれってなって、うちもさっき何なんってなった。すごいぐずってましたね。ぐずってましたね。けど、けどすっごくいい作品ができて楽しかったし、あとちなみにここにボンドがべちょべちょになっていて。すごく楽しかったので、皆さんもぜひ夏休みの自由研究工作やってみてください。すごいやってみてください。すごい激しいですね。激しいですね。こういうね、自由研究やるとね、ね、4万円。え、4万円も貯まる？じゃあ4万円貯めてください、2人で。え、これ全部で4万円いくの？入る？入るんだって。今度4万円貯まるかやってみてください。はい。